ロッカーの種類というか、色の種類についてなんですが、いろんな色あるわな。で、俺も何種類か、何種類持ってるかな。1、2、3、4、5。最初のやつ合わせて5種類あるんだけど、色、どんな色があるかっていうと、普通のやつ、これ普通のロッカー。で、ボロボロのロッカーっていうのがあるっぽいよ。ちょっと、なんていうかな、濃いめの灰色みたいな。黒に近い灰色みたいな感じ。なんか、細かく見えないけど、ボロボロなんでしょう。で、黒い、ブラック、で、ライトブルー。とブルーはちょっと濃いめのブルーだね。とクリーム色、マゼンタはピンクと赤の中間くらいの色、暗めのピンクみたいな。グリーン、若干なんか白、気持ち白みがかってる緑だね。あ、これか。 これだね。そう、あとグレーは普通の、これより、あ、これグレーか。持ってた。そう、普通のやつよりもちょっと暗めのやつ。と、ピンク。で、レッド。赤いやつね。赤いやつこれか。で、ホワイト。で、クリームとホワイトは別なんだね。で、イエロー。黄色のがある。で、そっから、ヒノキ。木目調なんだと思うよな。と、漆塗り。これも木目調なんですよ。で、ウォルナット。これも木の種類だから、木目調なんでしょう。ちゃんと見えないんだけど。そんだけある種類が現在。2、4、6、8、10、20、16種類あるっぽいよ。この木のやつ欲しいね、ちょっとね。木のやつ欲しいですね。で、入手するのは雑貨屋さんに行ったら時々売ってる。これらも、雑貨屋さんで買った。ああ、で、ランク15にならないと出てこないのかな。そう。そういうことだと思う。ランク15になったら、時々雑貨屋さんで売られるという感じですね。そう。ロッカーについては以上です。ロッカーの種類。あんで、あ、そうか、インか。で、さっきグリーンを買ったからな。オッケー。種類はそんな感じです。で、こっからは、ちょっとこれやっとこう。いや、ロッカーも奥が深いよな。ランク30に上げてからよな。なんかほんまに。なんていう、本気出してやらんといけんのはな。やっぱ大きさが最大のサイズになってからじゃないと。で、それまでにステッカー集めたり、置物買ったり、いろいろやっときたいな。まだなんか、ギアを買うので精一杯で、あまりステッカーとかちゃんと変えてないから。買いたいですね。いけるかな。てか、鳥からバトルになかなかならんね。なかなかなりませんな。危ないな。
危ねえ。敵のか。よし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 。ウルトラショット撃とうとしそうだね。くぅ。入れんかった。ああ。めっちゃ手前綺麗。どうかな、これはやばい、負けたっぽいけどな。手前でもめっちゃ綺麗。いける。やっぱちゃんと綺麗に塗ってるかどうかでかいね。でかいな。塗ってる人がいますね。そう、めっちゃ綺麗に塗ってくれてたおかげだよ今の。割と取られてるなと思ってたけど。ところか。あとは枠切り替えて、またロッカーの中とか見ていこうかな。なんかいいロッカーあるかな。ちょっと切り替えるわ。